こんばんは。東京でポッピーやってます。ブーです。はい。レッスンの流れはですね、まずストレッチをして、まあ、今日のテーマを一つ生徒さんにお伝えします。今日はこれやりますって言ってこうみんなでこう踊ってもらってるうちに僕がルーティンを作って、その今日のテーマのが出てくるルーティンをみんなで踊るっていう形で一日が過ぎていきます。あ、まあ、すごい、まあ、明確なんですけど、そのポッピンっていうジャンルのいわゆるその派手な部分といいますか、その例えばヒットとか、まあ、ウェーブだったりとかっていう部分っていうのは結構みんないろんな先生が教えてるんで、まあ、そこに関してはまあもちろんやるんですけど、まあ、ポッピンっていうジャンルだけれども、どっちかというとこうその根底にあるリズム感というかリズムキープみたいな部分を一番大事にしてて、なんか乗りながらずっと踊り続けられる練習を常にしてるって感じですね。ポッピンって結構やっぱり難しいって思われがちというか、すごくこう接しにくいというか、そういうジャンルだと思うんですけど、本質はなんか他のジャンルのダンスとあんまり変わらないというか、その他のダンスでも使えるんじゃないかなっていう部分をなんかしっかり教えていきたいと思ってるんで、あんまりこうポッピンだからってならずに、なんか普通にリズムトレーニングのレッスンに来るような気持ちで来てくれると意外と踊れたってなると思います。バイバイエブリワン。ダンスワークス大好き。